はい、こんにちは、ビッグボーイです。モンスターハンターワールドツインテールハンターおじさんの大冒険やってきます。なぜかね、推薦されたこのツインテールおじさんのね、狩猟拠点に着いたんで、まずここの案内をしてもらうと。どこ行った？こっちだ。すげえ。調査団の派遣はお前たちで5回目なんだよ。俺のじいちゃんは一騎団だ。一騎団はすげえ昔に来たらしい。俺か？俺は何騎団でもないよ。ここの生まれだからな。おお。あ、もう巨大樹がすぐそこに見えてる。割と広いな。加工屋はここだ。武器や防具を作るところさ。覚えとけよ。加工屋、入ってみてもいいですか？熱気がすごいですね。加工屋。次は食事場だな。行こう。お食事ね。サードをやってた頃は、はい、風呂だったよな。食事あったっけ？なかったような気がする。ここだ。こっちだ。調査班リーダー、このツインテール見て何とも思わない。ここが食事場さ。あ、あそこに。おーい。よく頑張ったね。作戦会議の時間だな。行くか。はい。一同揃っているな。これより作戦会議を開始する。はい。海を渡るゾラマグダラウスを船で追い、ついに五騎団が新大陸に到着した。大きな戦力だ。この長きにわたる調査の決着が期待できる。ひとまず代表として彼らに出席してもらった。ご祈団の者です。よろしくお願いします。ツインテールおじさんです。ここにいるのは調査団の要の連中だ。よく覚えておいてくれ。よろしくね。本題に入ろう。今回渡りを行ったのはゾラマグダラウス。火の山を背に負う巨大な古竜だ。我々調査団最大の目的はこの古竜あたりの解明にある。およそ10年に一度新大陸目指して海を渡る古竜たち、道すがらの生態系を変え、地形を変え、時には災害を引き起こし、遥か古来より古竜とはそういうものとしてあるんや。奴らが一体何のために新大陸に渡り来るのか、今こそ解明しよう。やりましょう。ああや。今後しばらくだが、ハンターたちは小型モンスターの調査と調査拠点の安全確保を頼む。まずはジャグラスの生息域調査だな。はい、頑張ります。他の皆々はいつも通りだ。ハンターたちを手厚く補佐してやってくれ。うん、腕が鳴るぜ。ご機団はこちらのやり方になれるのを第一の目標に。しばらくは指南役を頼るといいだろう。だとさ、一緒に行こう。期待しているよ。その旗印と同じく調査団の追い風となってくれること。以上、解散。
ああ、なんかあの巨大モンスターのせいで町に危機が及んでいるとかじゃなくて、巨大モンスターの調査を、生態とかの調査を目的とするってわけが。でまずはジャグラスの調査と討伐。こっちだ。二等米ハウス。そう、これね、デジタル版だっけな、デラックス版だっけっていうの買ってるんで、なんか武器が最初からあるはず。二等米ハウスに行こう。武器を装備するんだ。はい。そのアイテムボックスに装備がある。好きな武器を装備しよう。マイハウスか。二棟ってことはこれから腕磨いたらマイハウスも良くなるのか。隊長がいる。オッケー、あるね、これだ。装備はこれでよしと。ツインテール隠れたと思ったらポニーテールになってる武器はどうしようかな。まあ序盤だし体験だね。体験でいこう。 OK。 行くか。お供の管理は準備できたら食事場に。クエストを用意して待ってます。トレーニング。お供 OK だ。よし。俺たちが行うべき様々な調査内容は編纂者がまとめているんだ。まとめたものはクエストと呼ばれている。はい。食事。この人がまあ一騎団なんだね、ここの。いいか。はい。ほうほうほう。それがハンターだ。ほう。調和を目指せ。調和を目指せ。ちょっとこの辺見ていこうか。この人は、この人が物資補給係か。よはいはい。お金がかかると。アステラジャーキー。おーい。はいはいはい。ちょっと待ってね。これは掲示板クエストボード。ただのアイテムボックス。リフトか。あ、ちゃんと猫ついてきてる。あ、一等米ハウス前ってのもあるな。
相棒を務める者です。名前ないのか。ジャグラスと古代樹の森。さあ行きましょう、新大陸へ。オッケー。任務フリー、調査イベント。オッケー。じゃあまずは食事してみるか。かまど焼き？ああはいはいはい。ポイントがない。食材を選ぶか。そんなのもあるんだ。肉、魚、野菜、ハンター、ヘルシー。じゃあ肉定食。すげえ、魚になってるけど肉料理にしたのに。よし、こっちは出発か。じゃあ行っちゃうか。出発。お、こうやって行くの。説明します。はい。ルールその1、目的達成でクエストクリア。クエストには目的が設定されています。これを達成して初めてクエスト終了となるんです。今回はジャグラスを指定数討伐する。地図を見てみましょうか。はい。ジャグラスとは調査拠点に向かう途中であったあの小型モンスターです。確かこの場所でしたね。行ってみませんか。ルールその2、支給品を利用しよう。支給品とは調査団から支給されたアイテムです。クエストごとに支給されます。先輩のそばの箱に入っていますね。必要なものをよく考えて持っていきましょうか。はい、準備万全。根こそぎ持ってくぞ。相棒で、そっか、さっきの食事のところで依頼すればここでも、あ、こっからでも依頼できるんだ。かまど焼きってのができるっていうね。お、テーブルアクション。制限時間ありか。多分あの探索のみで来た時がフリータイムなんだろうな。で、ちょっと待ってよ、再び操作忘れてるかもしんないから確認しとこう。うん、大丈夫だ。これ食っといて、これ以上食っても意味がない。というか夜かも。行くか。ん、この人、ついこの人来てくれんの。ああ、アイテムは大丈夫。さあって、まずはお肉を狩るぞ。気をつけろよ。やったるぜ。攻撃するときは使ったぜ。武器を構えろよ。脳当時と抜刀時ではできることが変わる。何かを調べたりアイテムを使ったりするときは武器を倒れたのが基本だ。採取物やモンスターの位置は私が生態マップに書き込んでおきます。生肉ゲット。
最初ね、久々に肉焼いた時下手くそすぎて焦げ肉ばっかりできたんだよな。綺麗。よし、焼くぞ。曲に合わせてリズムよく焼くのがコツですよ。上手に焼けました。オッケー、大丈夫だな。もう一個焼いておこう。オッケー。回復薬の調合とはといえば、青キノコと蜂蜜だったっけな。あの辺もどっかにあんのかね。おい、シルベムシね。はい、シルベムシ、そっちに行ってしまうのか。この人いなくても、おっと、薬草があった。違うわ、そうだ、青キノコじゃなくて蜂蜜と、蜂蜜があるな。これがあれば、そうそう、回復薬グレートを調合できるぞ。これもしかして勝手に調合された？結構この辺草木入り組んでるから、ちゃんと薬草とか見つけていかないと。目的のジャグラスです。さあ、お前一人の力でやってみろ。任しときなさい。生き残れない。ツインテおじさんの力を見せてやる。はい、まあ今は体験使ってるけど、個人的に好きな武器はスラッシュアックスとタチだから、その辺も強力なやつパッパッと作りたい。なんかあの昆虫コンだっけな、あの辺の新しい武器よくわかんないんだよな。ジャグラスが逃げたな。おうぞ、モンスターの素材を集めておけよ。加工屋で必要になるからな。いただき。柔軟な材質で防具によく使われる。こっちだ。つぶての実、これ鉱脈だね。出た、マカライト、懐かしい。あのすんげえ錆びた体験とかその辺手に入った時、マカライト鉱石ってすげえ量使ってなかったっけ。おっとっとっと、麻痺だけ。あ、この辺アイテム全部回収して、というかスリンガーにも勝手になんか入ってんだ。これどうやって、あ、普通に R2 で発射か。さてさて、逃げたぞ、残りのジャグラス。これこれしびれるんじゃなかったっけ。めっちゃいるけど。あるものは全て使えよ。体験は攻撃力の高い近接武器だ。わ、すげえ。大きいが、その分威力は絶大だぞ。いて。モンスターの攻撃を回避しきれないときはガードで耐えるという手があります。ちょっと回復したい。
なんか光り輝いてるのが。クリアした。待って、でも まだいるんだよ。あと60秒か。40秒。ちょっと待って、剥ぎ取りもしたいし、この辺のものも欲しい。光一個 OK。 本当8年ぐらいやってなかったからさ、知ってるアイテム青キノコと蜂蜜と薬草ぐらいしかないな。ジャグラスおとなしくなった。終了。あ、全部もらっちゃおう。お供が蜂蜜ゲットしてる。はい。ああ。ケストドン。あの巨大なやつがゾラ・マグダラオスって言うんだけど、あんなの倒せんのか。よし。ジエンモーランよりでかいよね。オンライン集会エリア開放された。オンライン。二機団の親方さんが呼んでました。加工屋に行ってみませんか？めっちゃ来たけど、めっちゃ来たけど。まあコーププレイはね、まだ最序盤だから、後にやっていこうかなと。すんげえ周回エリア入ってるけど。あ、ログインボーナスなんてあった。激運チケット。ほうほうほう。もうホライゾンとスペシャルコラボ中。いやいやいや、まあ、とにかくね、すげえ進化してるな、モンハン。ああ、誰か飛んでった。よし、じゃあそれじゃあ今回ここまでにして、次回、加工屋の二機団の親方と話す。別の任務、進めていこう。はい、ご視聴ありがとうございました。